ともこの心理学チャンネル。はい、どうも、始まりました。ともこの心理学チャンネルということで、このチャンネルはガチの心理学者が様々なテーマの心理学を通して語っていくチャンネルです。はい、司会のダミリリクス岡本と心理学者のともこです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずね、私ね、福岡のアマチュアバンドダミリリックスっていうバンドをやってましてね、横のね、関連チャンネルにね、バンドの動画とかね、あとゲーム実況もやってるので、そちらの、まあ、これが3つ目のチャンネルって感じですね。3つ目のチャンネルであり本命のチャンネルです。でですね、最初に多分ね、思うと思うんですけど、まあこの2人はね、夫婦でもないしカップルでもないんです。で、ですね、3、4年ぐらいになるかな。10年以上ですね。で、まあ、それぐらいの付き合いの友達で、もうなんか親友っていうか、もう兄弟に近い感じになっていて、で、まあ、前から心理学者っていうか、もう最初に会った時から心理学者なのは知っていたので、いつかね、こういう動画が撮りたいなと思ってて、まあこの今日にね、至って、まあ1年ぐらい前からやろうって言ってたんですけど、まあ、ともこ先生がね、まあ、普段はともちゃんって言ってるので、ともちゃんって言いますけど、ともちゃんがね、結構忙しくて、なかなかね、まあ、動画撮る機会がなくて、やっとね、この心理学チャンネル、撮ることができました。でですね、まず軽くですけど、その、ともちゃんのその心理学者たるですね、経歴みたいなの、もう軽くでいいです。いいよ、もう軽くで。軽くで。うん。まあ、略歴、まあ、どんな、何を学んでいて、でどういうことなのかっていうのを、まあ、話せる範囲で構わないんで。そうですね、もう大学で基本的な心理学を学び、まあ、大学で基本的な心理学を学ぶんですけど、専攻っていうものはあまりないんですね。で、たまたま私のゼミの先生が行動心理学であったり、分析、まあ、行動心理学の中に分析っていうものがあるんですけど、人の分析ってこと？まあ人にしろ一般人、犯罪者とか両方、まあじゃあ幅広くってこと、幅広く、まあ基本的に人、それは男女、年齢、国籍は問わず、問わず、ただやっぱり外国の方だったら外国の方のデータに合わせて分析をする。例えば文化とか。なるほどね、うん、ってことはその大学でその専攻していて、まあ、たまたまゼミが、うん、それまではまあその方向性が決まってなかったってことで、ゼミで行動心理学に当たったからってこと、たまたまっていうか、本当は異常心理学、異常心理学、まあ、例えばテレビとかで言うと犯罪心理学みたいなものを最初はしたかったっていう希望があったんだけど、今はそこは絡んではないの、絡んではないの、犯罪心理学は。まあ今後学んでいってできればいいなと思うんだけど、ちょっと日本ではまだまだそういう犯罪心理学っていうのが盛んではないなっていう印象もあり、実際の事件とかに携われないからね、うん、データがないってことね、うん、わかりました。まあ要はそこで、まあね、ともちゃんね、あれなんですよね、そのまあ何が聞きたかったかっていうと、心理学者って結構曖昧な表現だったんですけど、実際ね、ちょっとちょっとこれ私自己紹介これでもう終わっていいの？うん、大丈夫。でまああれでしょ、行動心理学を専攻していて、でそこからは、うん、行動心理学、まあその大学卒業後、うん、カウンセラーやってたよね。やってました。カウンセラーって言っても要はね、企業さんとかに行ってやるカウンセラーとかもやってた。やってました。とか、あとなんだっけ、まあその入院しなきゃいけないようなそのガチめの、うん、結構強めの、まあ言葉濁すけどね、うん、ガチめの人とか、あとはなんだっけ、あとは濁していいのかな、少年院の方に、まあ、少年院に入っている方の、まあ、ちょっともう世間に出ていいですよとかっていう判定の心理分析とか。ああ、なるほどね、うん、あとなんかさ、ちょっとまあほら
うん、ほら 10年もほら付き合いがあると話をたまにその聞いたりするじゃん俺が心理学の話で、うん、で DV とかの話をもう本当に DV が一番長いかなっていう感じですね。ああそっか。だからもう DV に付随してるそのカップルカウンセリングみたいな感じにもなっちゃうからってことは、あの結構全般的に何でも行動心理学って結構応用が効く学問、うん、行動心理学だからといってそれをやってたっていうわけではなくて、私がこう新人だった頃っていうのはもうその免許さえ取ってしまえばというか、あまあ結構いろんなジャンルに行ける、行けるというかその声がかかってきてちょっと行ってもらえませんかとか、あまあその頃 NPO 法人であったり病院であったりフリーランスでこういろいろ受け負ってたので、そっか。ってことはまあ動画もね思った以上に多分幅広くやれると思うんですよね、うん、でね、まあ実際ね、あのいろんなね仕事っていうかもその机のね上だけで学者としてやってきたわけじゃなくて、現場なんかでね結構ハードな仕事をやりながらもやってきたっていうね、あのまあ、うん、その結構ね YouTube とかを見ているとその本のね受け売りだったりとかね、とか本で得た知識でこうなんだこうなんだっていうところがあるんですけど、実際現場はね違ってたりとかするっていう話をねよく見るので、そういう感じではリアルなんで心理学者としてね現場にも立っていた心理学者のお話っていうかねこの動画になると思いますんで、でですねまあ心理学者っていうまあ一つの大きな括りなんですけど、まあこれねあの心理学者を目指している方だったらあれって思うかもわかんないですけど、これはまあある程度ちょっとねあの公認を得ているチャンネルではないので、もしね公認が出たりとかこの支持率皆さんの力でねチャンネル登録者数が増えるとかこのチャンネル自身のこのねあの認知度が上がってきたりとかすればですね、まあそのともちゃんのねあのちゃんとした肩書きっていうのがあるので、あのいろんなねカウンセリングの資格持ってるんです。あのね、もともとね、その大学じゃないか、博士号を取った後になるやつとかもあったりとかで、まあちょっと出せないですけど、まああったりとかもあるので、まあそこはもう皆さんのね、まあ皆さんの力でね、このチャンネルの認知度を上げていただいて、で、それを堂々とね、出せるような感じを目指していきたいと思っております。まあそれぐらいね実力のある人がねなんで俺の友達なんだろうなってたまに思うんですけど、まあそんな感じでこのチャンネルはね俺がやっている関わっているチャンネル3つの中で多分一番あの面白くなるといや本当はバンドのチャンネルが面白くなればいいんだけど、まあこのチャンネルが一番面白くなるかなと思っております。でですねこのチャンネルの趣旨というか今私がこうずっと喋ってるのは何かというと、ともちゃん自身がね結構あの講義とかねなんていうの、まあ、そういうので話すのは慣れているんですけど、ちょっと動画が今回初めてであんまり慣れていないので、で一応まあ私が多めにリードして喋っていくっていうような形をともちゃんが動画になれるまではやっていきたいと思っております。でですねこのチャンネルの趣旨として3つの、まあ、大きな柱でやっていこうと思っています。で1つ目はですね、心理学の用語とか、よくあるまあ YouTube 系のチャンネルである、まあ、その用語の解説ですね、用語の解説とかあとはなんだろうね、こうすればこうなるみたいなその出力と結果みたいな、なんかそういうのの解説とかが結構あるので、用語の解説的なものをまず一つで、これは、ライトユーザーの方、ちょっと心理学に興味があるようなまあ、全く心理学っていうのを見たことがなかった人、ちゃんと触れたことがなかった人っていうライトユーザーから、あとはその心理学者を目指すそのもうエキスパートですね、学校で学んでいるような方とか、まあ、そういう専門的な人までの範囲をちょっと動画でやれるかどうか分かんないけど、ちょっとトライしてみようかと思っています。で、大体、まあ、難易度は3段階ぐらいに分ければいいかな。うん、で、動画に、必ずその、なんか、用語の解説の動画の時は、星を3段階で、1個しか星がない時は、簡単な説明の動画で、うん、3つある時は結構難解なので、かじりたての人が見ても分からないような動画になっているかも分からないです。かなり専門的なお話になります。で、まあ、さっきの3本あった人、大きな柱のうちの1つがその用語解説でですね、あと 2個目なんですが、これはチャンネル登録者数が増えてきて皆さんの反響が大きくなってきたらやろうと思うんですけども、人生相談とか恋愛相談ですね、
やっぱりこの人間の社会なので人間同士のその問題っていうのは結構友人にしろ学校にしろ職場にしろ夫婦にしろまあ親子にしろ兄弟にしろいろんなところでその人間関係っていうのがあってそれを解決ある程度解決するだけの力があると私はともちゃんにあるとね私信じているのであの皆さんがねこうやってあの悩みとかまあ気軽に相談していただいたりでどういうふうに募集するかはまだ分かりませんけどあの下のコメント欄に悩み事を書いていただくとか DM でも構いませんしあとツイッターを専用のツイッターのアカウントを作ってそっちの方にあの DM 送ってもらうようにするかっていうのはまだ決めてないですがこれはチャンネル登録者数とあとは反響によってやるかどうかが決まる2つ目ですね、うん、で3つ目ですねこれが一番エンターテインメント性が高いと思うんですけれども行動心理学さっき言ったみたいに行動心理学でですねまあね、この関係で、まあ、嘘がつけないんですよね。嘘をつくと大体どういう表情でどういう話し方をするかっていうのを把握しているので、っていうように、素人のね、私から見たら、ちょっとね、その、なんていうかね、超能力者のような、ちょっと能力があるので、で、3番目はね、エンターテインメント性が一番高い、その有名な YouTuber とか有名な芸能人とかね、まあ有名人ですね。基本的に有名人とか炎上した人たちを分析していくと、ディスるっていうコーナーではなく、分析します。どういう人なのか、本当はどういう人なのかとか、どういうふうに考えてるのかってみたいなのを分析してもらうんですが、これはちょっと諸刃の剣でもあり、有名な人がちょっと怒ったりとかする可能性もあるので、とかね、外れてたら、まあ、外れてただろうみたいになるので、まあ、エンターテインメントとして3つ目は、うん、やっていこうと思います。ただまあ、まだチャンネル登録者数がね、全然少ないうちは1つ目のその用語解説とかいろんなね、心理学にまつわるようなあの話っていうのを、まあ、やるので、その中でちょっとまあ面白いものを見つけていただければいいかとは思います。はい。はい。まあ、大体これぐらいかな、あのチャンネルの。そうですね。うん、まあ結構そのね長い間ずっと友達というかもう本当にねなんか義理の兄弟みたいになっているので、うん、なんかね自然な感じで動画を撮っていけたらいいと思います。なんか他のねあるみたいにこうなんかねホワイトボードを使ってこうやってやるっていうような形式ではなくて、うん、まあざっくりと分かりやすくやりたいし、まあ難解なね用語の時はさすがにテロップとか文字とかねいろいろ俺のね編集技術ないけど使ってやっていきたいなとは思っているのでまあ楽な気持ちでね見てください。まあ他にね、うん、心理学系の YouTuber はいてもガチの心理学者の YouTube っていうのは多分初めてじゃないかな、多分初めてだと思います。もういるかもしれないけどすごい登録者数が多いチャンネルじゃないと思いますね、うん、ねよくあるのがこれ言っていいかどうか分かんないけど脳科学の中野信子先生とかね、うん、あとは、メンタリストの大吾さんとか、うん、あとは本間デッカー の植木先生の、テレビ その声だけを切り取って YouTube で流してる方とかいらっしゃって、うん、それぐらいがまあ有名な、まあ、心理学系心の問題を司るだけど中野信子先生は脳科学なので心理学ではないし、大吾さんメンタリストだけど心理学者を名乗っていないので多分心理学者じゃないんじゃないかなとは思うの であと植木先生に至ってはあれはテレビでね出てるやつなので YouTuber ではないということでですねまあなのでこれがね、初めてのね、心理学者の YouTuber、心理学系ではなく、心理学者の YouTuber、YouTube のチャンネルになればいいなと思ってます。まあ、楽しい感じの動画を、堅苦しい回もあるかもわかんないですけど、まあ、なるべくなら楽しい感じの動画を作っていきたいと思います。まあ、大体こんな感じですね、趣旨としては。うん。で、まあ、早速ですけれども、次回ですね、2回目からもう早速ね心理学用語について聞いていきたいと思うんですけれども、ともちゃん2回目のお題は何ですか？2回目のお題はサイコパスです。サイコパスね、サイコパスはね結構ね、うん、最近よく聞くからどうなのかなって。あとみんな結構ねなんかいろいろ勘違いしてるっぽいような感じもするので、うん、次回楽しみですね。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。ともこの心理学チャンネルでした。また見てねー。